射程距離内に入ったぜ、キラヨシカゲ。近づいた。ついに奴に近づけたぞ。接近戦だ。一瞬で決着はつく。ジョウスケさんの能力の方が上だけど、奴に触れられたら爆弾に変えられる。それにジョウスケさんのあの爆弾で食らった足と腹部の負傷、ジョウスケさん本来なら立ってるなどできないはずなんだ。東方ジョウスケ、出しな、てめえのキラークイーンを。私の意志ではない。そんな余裕はない。ストレイキャット、そうか、ストレイキャットは自分が攻撃されたと思って本能で攻撃を防いだのだ。チャンスだ、これがチャンスだ。やはり最悪の時にチャンスは訪れた。キラークイーン、その空気弾を爆弾に変えろ。勝った、接触弾に変えた。触れるだけで吹っ飛ぶこの至近距離、ジョウスケ、お前の今のそのダメージ、お前にはこれをかわす体力はない。キラヨシカゲ接触弾だって。ジョウスケさん、ガラス片でも木でも何でもいい、ぶつけて防御して。カット、私の人生は最悪の時にいつもそうなんだ。運はこのキラヨシカゲに味方してくれるんだ。なんだと、空気弾が軌道を外れたぞ。貴様、あなたはてめえは、おくやつだ。いつもよ、不思議に思うんだぜ。俺のこのザ・ハンドで削り取ったものは一体どこへ行っちまうんだろうってな。ま、俺頭悪いから深く考えると頭痛起きるけどよ。なんだって、信じられない、奥安さんだ。心臓も呼吸も完全に止まっていたのに。俺、変な夢を見たぜ。夢の中で暗闇を歩いてるとよ、光が見えて、俺の死んだ兄貴に会ったんだ。兄貴の慶長さ、どこへ行くんだ奥安って聞くから、俺は兄貴についていくよって。だって兄貴はいつだって頼りになったし、決断には間違いがねえから安心だからな。そしたら兄貴は、お前が決めろって言うんだよ。奥安、行き先を決めるのはお前だってな。俺はちょっと考えてよ、森王町に行くって答えたら目が覚めたんだ。とても寂しい夢だったよ。